守りたい信州の財産、今回は建築板金です。善光寺中霊殿の屋根の葺き替えを行う株式会社二宮です。明治時代に創業し、主に神社仏閣の銅板葺きを手掛けます。東京駅丸の内駅舎、開業時の姿を蘇らせた5年に及ぶ大工事に加わりました。日本を代表する近代建築を伝統的な工法で復元するプロジェクトの一端を担ったのです。昔の素晴らしい伝統美をこれからもね、残して、いかなきゃいけないという使命を持って仕事をしておりますので。代表的な銅板葺きは銅の板を重ねながら吹いていく一文字葺き。重ね合わせた時の美しさにも気を配ります。丸みを帯びたところや角の部分も技術の見せどころです。現場を仕切る光明雄一さんです。兵庫県出身で大学時代から信州に暮らし、将来を担う職人として期待されています。一番はやっぱり誰が見てもかっこいいって思ってもらえるような屋根を葺くってことですかね。形はもう作れないんですよね。もともと出来上がってるように屋根を葺いてるんで、そこにこの線を入れるっていう、その一本一本のラインの曲線だとか、そういうところをやっぱこだわって、なるべくかっこいい曲線屋根が描くような、そういうことを心がけてますけど。建築板金は悠久の美しさを守り伝える仕事、時代が変わる中でも大切な技術を残していきます。今銅板なんですけど、チタンとかですね、新しい材料がどんどんと出てきます。でもそれに対応できる、ね、やっぱり技術も彼らには工夫をして、そして、新しいものの中にも古さを残して、そして、いいものを残していってもらうための、ね、技術継承ということでしょうね。